FM924AM1422 ラジオ日本メカニックを社会の主役に、メカラジ。こんばんは。整備士を社会の主役に、メカラジパーソナリティの佐川優です。車業界に元気と上昇気流を注入します、メカニック応援サポーター女優の森ひなみです。この番組はその名の通り、メカニック整備士に焦点を当てる番組です。国家資格である整備士は車の安心安全快適を守る重要なお仕事ですが、その車は100年に一度の大変革を迎えています。木を見て森を見ずにならないようにということで、前半は車のビジネス、ニュース紹介、企業、ジャーナリスト、政治家などをゲストに、車関連のビジネスやニュースについて幅広いテーマをお話しします。そして後半は輝き日本のメカニック、この番組の主役ともいえる整備士に焦点を当てて、お仕事のこと、業界の課題や業界を良くするために何が必要かなどについて整備士さんにインタビューしていきます。ツイッター、インスタグラムのハッシュタグはメカラジでお願いします。はい、はい、11月にね入ったけど、うんうんうん、なんか焦げた。え、なんかひなみは焦げてない？え、まああるお仕事でですね、はい、まあ、ちょっと旅をしてきました。旅をした。はい、はあ、なるほど。はい、まあこれは本当、本当に私的にはすごい嬉しい報告なので、まあ追って追って、あ、まだ言えないんだ。はい、まだ言えないので楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、うん、とりあえず一皮むけてきた。一皮むけた、うん、そうです。なので今日は一皮むけた森ひなみでやるかもしれない。ほう、ま、形がだってほら一皮むけてるから。なるほど。この言葉も話し方も一皮むけないと、うんうん、そうだね。そうですよ。なんか 森ひなワールドに入ってきてちょっとよくわからないけど、まあはい、いいか。何この腑に落ちない感じ。はい、ということで本日も痛快にメカラジの30分、最後までお付き合いください。お付き合いください。 FM924AM1422 ラジオ日本メカニックを社会の主役に、メカラジ。本日は先週に引き続き、スマホ、フェリカなどで簡単に電気自動車に給電できる電気自動車充電器の認証課金システム、エコ給電を開発提供する株式会社エネゲート理事営業開発部長貝原和弘さんをゲストにお話をお伺いしていきます。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では簡単に株式会社エネゲートと貝原さんの自己紹介からお願いいたします。はい、株式会社エネゲートはですね、関西電力とそれからハンドボールの強い大崎電機さん、うん、優勝もしたことがあります大崎電機の出資した会社でございます。うん、この会社はですね、もう100年以上歴史がございまして、うん、はい、その日本で電気が灯った時から、もう電線を張るとか、うん、それからメーターで計量してお客様に料金を請求するとか、うん、そういったところの技術的なものをですね提供してきてました。うん、で今日までそういったものが続いてまして、まあ、今ではですねそういったものが全部自動検診という形で置き換わってまして、うん、でそういったその自動検診の仕組みを使ってですね、この EV が今後普及していくだろうということも含めてですね、その EV を使われる方が充電される、その時のやっぱり課金というのがありますので、まあ、その仕組みもですね、使えるんじゃないかということで、今現在ですねこの充電ビジネスの方に参入してきております。うん、はい、貝原さんはなんと EV に乗られていると。はい、まあ、やっぱりねまず電気自動車でいいところはまず静かですね。あ、本当最初に変えた時はですね、もう本当に静かなのでびっくりしましたね。はい、それと、まあ、その最近 の, その EV もですね、うん、例えば日産のリーフ の,、はい、新型だとですね、はい、60kWh の電気が貯められる電池が載ってるんですね。あ、貯められる、はい、はい、60kWh の電池でどれぐらい走るんですかっていうことなんですけど、はい、まあ、
省エネ走行する人とそうじゃない人があるんですけど、うん、まあ、私はどちらかというとあんまり吹かさない方なので、うん、だいたい470キロ80キロぐらい走るんですね、1回の充電で、ね、それだったら別にいいですね、うん、そんな。でもやっぱりその、まあ、そうは言ってもやっぱり充電設備がガソリンスタンドだったらまあ考えるまでもなくもあるじゃないですか、必ずあるんで、はい、やっぱりちょっと遠出したいなとか、旅行でね、その家族で2泊3日でとか思うと、はい、充電設備はどこにあるかっていうのがそんなに見ないから、そうですね、知らないといけないと思うんですけど、この辺の悩みっていうのはどうですか？いや、もう全然ないですね、はいはい、あの私どもの仕組みです、ね、エコ給電の仕組みでいうと、はい、あの充電検索サイトっていうのがあるんですね、はい、でこれあの、まあ、全国でも検索できるんですけど、私の場合はもうエコ給電の中で検索するんですね、うんうん、その全国7000台が全部検索できる仕組みもあれば、うん、私どもの仕組み2600台700台だけが検索できる仕組みもあるので、うんうんうん、でやっぱり旅行で、3泊4日ぐらい、例えば、うんうん、私もこのコロナの途中、はい、ちょうど境ぐらいの時に2泊3日ぐらいで旅行にも行ったんですけれども、はいはい、やっぱり行く時にですね、はい、まずだいたい行き先でどこに充電設備があるのかなってまず見に行くんですね、うん、エコ給電さんのアプリですよね、はい、アプリがあるんですよ。でその中で、例えばそのガソリンスタンドだったら、うんうん、もうだいたいどこも値段ってそんな変わらないじゃないですか、うんうん、はい、ですけど充電器って、はい、行くとこ行くとこで、もうその設置者が自由に決められるんですね、はい、料金を。そうなんですか。で高いとこもあれば、中には無料ってとこもあるんですよ。提供しているとこもあるんですね、はい、っていうのがあって、こう調べたら結構まだね無料っていうとこがあるんです。それはやっぱりお客さんに来てもらいたい、なんか他にこう買い物してもらいたいから無料っていうところとか、充電してる間に、はい、もしくはそのやっぱりその非常にこう EV に前向きには、うん、そのこれからまだ普及しなきゃいけない、はい、させるためには、うん、やっぱりそういうところはまだ無料にしとこうってこう思ってくれてるところもあってですね、うん、あのそういうところをこう探してですね、うん、で私こと2泊3日で旅行行きましたけど、うん、まあ、外で 4、5 回充電しましたけど、うん、あの1円も払ってません。なんならそれも楽しみになるぐらいな、はい、無料充電箇所に行くみたいな、どこだっていうのを探してですね、そういう楽しみだね、はい、だからまあ、まずはねエコ給電さん の、 あのアプリをダウンロードすれば、そうですね、ユーザーになれば無料のところに行き、その次の楽しみを楽しめっていう感じですよ、はい、実際その、まあ、そのエコ給電さん の、 あのビジネスをされていると、もう身近にというかもう毎日のようにその電気自動車の普及具合と相関があると思うので、はい、もう一番最先端で感じてらっしゃると思うんですけど、はい、実際 EV の普及ってどのぐらいのこう年数で加速していきそうだなみたいなのって どう見られてますか？今国の方がですね、はい、もう2035年にはガソリン車の販売を認めませんって言ってるんですね、まあ、販売ですよね。2035年っていうと何年後ですかね。14年ぐらいですね。あら、そんな早いんですか？まあ、割とすぐです、はい、だからまあくまで販売よって話だから、はい、そのまだその時走ってるんですよ車は、うんうんうん、でおそらくそこから10年経てば、うんね、純粋なガソリン車はなくなります。そうですよね。まだあの記憶があるハイブリッドはまだあるんですけれども、はい、まあ、とはいえですからその2035年から10年経った2045年にはもう純粋なガソリン車がなくなって、はい、まあ、私の想定でいくと、うん、だいたいその EV と PHV でやっぱり7割ぐらいは行くんじゃないかなと、うんうん、なるほどね、ってことはその間にガソリンスタンドじゃなくてもうエコ給電さんのことになるってことかもしれないわけですよね。ガソリンスタンド自体が、はい、でそこがまたある問題なのはその前みたいにガソリンスタンドの場合はやっぱりそこで待たなきゃいけないじゃないですか、はい、なのでできるだけ外の充電を減らして、うん、家で充電する、マンションでやっといて、はい、特にマンションですね、はい、マンションにどん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 あの充電器を普及させていかないと、うん、やっぱり EV って普及しないと思いますね、はい、それとあとですね、行った先、旅行先、はい、旅行先で結局朝までホテル泊まりますよね。その間に満タンにしときゃいいんですよね。そうですね。だとすると家で満タンで出て、うん、先ほど言った400キロも走れば、まあ、1日遊べますよね、はい、で宿泊先で朝まで充電して満タンにしたらまた次の場所行けますよね。そうですね。家とホテルが充電器があったら結構行けるんじゃないかと思ってます。確かに、はい、新しく作るのは確かにそうですよね、はい、
それを普及させるにはやっぱり認証と課金が必要だから、はい、デコ宮殿さんのわけなんですよ。なるほど、はい、そういう種になってます自分が乗ってみて、自分が乗ってみてやっぱりこことここにいるとかね、はいはいはい、あとねこう充電器もその各メーカーさんによって、はい、その操作手順が全然違うんですよ。あ、そうなんですか。私のどものエコ宮殿の認証があっても操作手順が違うんで、なんかメーカーによってえこれどの順番でやるんだって結構なんかね、本当にそういうのって早く統一した方がいいんじゃないかなとか ね、 いろんなこうやっぱり、まあ、課題は、はい、乗ってみて分かることなんですけどね、そこは、はいはい、ちょっと思ったんですけど、なんか私がもし開発部員ならの立場ですよ、はい、街並みにポストみたいにちょっと一個ずつ置いてあると、うん、しかもその形が可愛かったりとか全部違う形とかだったら、うん、またなんかなんだろうな、例えば伝統美人の形とか、うん、女の方でも可愛いなって思って、うん、あこれなら充電しやすいなっていう、うん、なんかそういうスポットみたいな、うん、そういうのがあったら巡る、そのスポット巡りみたいなのも、うん、なんかいつもツールみたいになるのかなっていうのも思って、うん、その車と一緒に撮るみたいな写真を、はい、ちょっと考えましょうか。若者の意見ですけど、はいはい、あのヨーロッパの方ではもう日本よりも進んでまして、はい、そのもう道路の脇によく駐車スペースがあるじゃないですか、ね、そういうところにも充電設備を海外とか置いたりしてるんですね、うん、だからそこに今みたいな映える充電器を置くとか、うん、はい、ということですよね。そうです、一緒に開発しましょうか。あ、じゃあ採用ということで、はい、はい、では最後に株式会社 N ゲートさんからお知らせはありますでしょうか。はい、私どものですねエコ宮殿カードを使いますと、その月額料金が無料になってます、うんうんうん、でそれに対して他のいろんなカードの発行されてる会社さんは月額3000円とか5000円とか中には8000円とかですね、うん、そういった月額高いお金がまずベースであって、それから利用料金を取ってる、はい、その差がちょっとあってですね、私みたいにもうライトユーザーですね、もう土日にしか車乗りませんと、でたまにしか遠出もしません、うん、もう1年の間で外で充電するのはもう限られてますよっていうのに、毎月毎月何千円も基本料金払うのってもったいないじゃないですか。うん、だからそのライトユーザーさんはぜひこのエコ宮殿をお使いになられるとお得だと思います、うん、で、まあ、安全サイドも持っておくというので、まあ当然他のカードも持ってるんですけど、月額が無料だからもう1枚持っとこうっていう使い方もあると思います、うん、その無料の充電箇所というのが意外とエコ宮殿に多いんですね。うん、なのでもしかしたら2枚持ちの方も結構いらっしゃるのかもしれませんね。はい、はい、もうぜひねエネゲートさん の、 そうです、ね、エコ宮殿を、うん、使っていただいて、はい、さあここでお時間が来たようです。はい、本日は先週に引き続き株式会社エネゲート理事営業開発部長貝原和弘さんをゲストにお迎えいたしました。2週連続でありがとうございました。ありがとうございました。エコ宮殿 FM924 AM1422 ラジオ日本メカラジ。ここでセイビーからのお知らせです。株式会社セイビーは仕組みを変えてカーオーナーと整備士の両方を幸せにするおミッションに、早い、安心、便利な車の整備・修理の出張サービスセイビーを運営しています。バッテリー・オイル交換・故障・異常診断・ドライブレコーダー取り付けなどをお客様のご自宅や職場に伺い、便利にコスパよく提供しています。お車のことでお困りの方、スマホでセイビーで検索してお気軽にご連絡ください。またセイビーでは整備業界を夢あふれる良い産業にしていくための仲間を募集しています。志ある整備士の方、アフターマーケット関連事業者の方、ツイッターやウェブサイトからどしどしご連絡ください。セイビーからのお知らせでした。メカニックを社会の主役に、メカラジ。輝け日本のメカニック。この番組の一番の主役、車の安心安全快適を支える重要なお仕事、自動車整備士を掘り下げていくコーナーです。本日は
埼玉生まれ東北の15年目整備士さんにお話をお伺いしていこうと思います。ひなみちゃんよろしく。はい、メカニック応援サポーターの森ひなみです。こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、芸能人有名人で誰に似ていると言われますでしょうか。はい、これ本当に怒られるんですけど、大丈夫です。目だけだと松潤さんと言われということは、今のご時世だとねマスクしてますから、もう完全松潤、完全松潤、完全松潤ですね。確かに、はい、完全松潤さんですよ。ただアプリで見たら、はい、あの千鳥の大悟さんって言われました。お、はい、逆に触れましたね。ということはじゃあ私は これで、うん、あのノブさんみたいに、うん、なんでじゃっていうのを全部に入れればいいですね。いいわけですね。そうしましょう。そうですね、語尾をじゃあにすれば、はい、落とせる。お願いします。まあちょっと真面目にねやっていくので、はいはい、ではまず整備士としてのキャリアを教えてください。工業高校に自分入学したんですけども、自動車科っていうのがありまして、そこで3級の資格を取って現在の会社に18歳で高校卒業して就職をしました。で、店舗の移動はあるんですけども、ずっと同じ会社に勤務しています。あとは今2級を働きながら取って、あと検査員ですね、取って、現在に至るっていう感じです。では整備士を志した理由を教えてください。はい、父が自動車部品の製造をしていたのと、いたのがあって、小さい頃から自動車とか乗り物全般が好きだったっていうのと、母が手に職をつけなさいと、自分の苦労があったんだと思うんですが言ってくれまして、で、地元にある自動車科のある工業高校に入学したっていう方って、では今までで一番大変だった整備や修理を教えてください。はい、社内でもちょっとこう名の知れたクレーマーさんの整備担当になってしまいまして、はい、まあ本当にこうちょっとしたことですぐ電話が本部の方にかかっちゃうんですけども、まあそのお客様の担当がすごく大変でした。それはね、精神もすり減りますね。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは整備士あるあるを教えてください。はい、一日終わって家に帰ってこうちょっとほっと一息したときに、今日整備した車のあそこのナットを締めたかな、ボルト締めたかなと不安になっちゃう、不安になってちょっとそわそわするっていうことがあるんですが、はい、まあ、自分の記憶をたどって締めたなっていうふうに確信を持って毎日仕事をしています。なるほど。結構不安症なさんなんですね。まあね、逆に言うとそれだけ責任感があるっていうね、ことですから。そうですね。はい、では整備士としての今後の夢や実現したいことを教えてください。はい、私の今いる会社っていうのが、ちょっと年齢層に偏りがある部分がありまして、はい、まあ、今こう幹部でやってるような人たちがごそっと抜ける時代が、間もなく来るんですけども、はい、その時にこう整備出身者の中から、自分が幹部社員になって、現場の声とか、そういうのをダイレクトに会社に反映できればいいなというふうに思ってます。素晴らしい。ということで、あの最後に宣伝などありましたらお願いいたします。はい、個人的には今ツイッターでこうやって活動させてもらってますので、たくさんの方にフォローしていただければ、整備士の世界が少しでも明るくなるようにと思って自分もつぶやいたりとか、たまに愚痴も言いますけども、ありますよ、はい、ちょっとくすっと笑ってもらえるようなこととかも言えればなと、つぶやければなと思ってますので、フォローしていただければ今後の励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日は目だけ松潤さんにの整備士、埼玉生まれ東北の15年目整備士さんにお話をお伺いいたしたんじゃ。ありがとうございました。ありがとうございます。締めがFM924 AM1422 ラジオ日本メカニックを社会の主役にメカラジ、森ひなの
飛び込もう工具沼のコーナーです。イエーイイエーイすごい乗ってくださったはい、こちらのコーナーはですね、上質工具販売店ファクトリーギアの東さんと一緒にこのコーナーを盛り上げていきたいと思います。はい、2回目なんですけども、はい、どういうコーナー、どういう工具が、はい、はい、先週はドライバーでしたよね、はい、そうですね。今日も同じドライバーなんですけれども、はい、ドライバーなんですが、はい、わちょっと触ってみてください。あの先週のに比べると結構重たいような気がしますね。はい、しかもあの何層にもなってる。あ、そうなんです。そうですよね、はい、持ち手の部分が何層にもなってるんですよ。はい、なぜかというと、はい、ちょっとここを持ちながら、うんうん、こっち側、あのお尻の方を回してみてください。先端の方を持ちながら、はい、後ろを回していく、左手をですね、はいはい、ここ持ったまま、持ったまま、はい、お尻をグリグリっと、ほう、先端を持ちながらですね、はい、こう回り、あ、音が鳴りますこれ、はい、そうなんです、ギアが入ってるんですね。え、ドライバーの中にギアが入ってるんですか。そうなんです。それはどういう仕組みなんですか。はい、例えばですけれども、はい、あの普通のドライバーですね、うんうん、普通のドライバーだとこうネジを回しますよね、はい、回して、僕の右手を見ていていただきたいんですけど、はい、回して持ち替えてますよね。そうですね、何周も何周も持ち替えなきゃいけない。はい、何周も持ち替えますよね、うんうん、でもこっちですと、はい、あのギア付きの方ですね、はい、だと回して、あ、ごめんなさい、逆ですね。お、回して、うんうん、右手見ててください、はい、回しますよね、はい、反対に回してませんか。はい、普通のドライバーを回すのと、はい、反対に回してる。うん、これ持ち手、はい、僕が離してるかどうかを見ておいていただきたいんですけど、はいはい、回しますよね、はい、持ったまま戻るんです。え、すごい。回して、はい、持ったまま戻るんです。じゃあ持ち帰る必要がないんですね。そうなんです。へー。なので例えばネジをこう急いで回したい時あるじゃないですか、はいはいはい、特にお仕事とかだと、うんうん、そうするとこの普通のドライバーだと何度も何度も持ち帰って大変じゃないですか。結構時間かかっちゃいますもんね。結構時間かかります、うんうん、でもこっちのギア付きのタイプでいくと、はい、こうやって、あ、何回も回してからの、はいはい、もう持ち手をそのまま、右手の持ち手は持ったまま、はい、左手一回こうギュッと左手は握ってもらった方がいいですね、はいはい、でギュッと回した時左手握って戻すっていう感じですかね。はい、そうです。本当だ、はい、この音聞こえますかね皆さん。すごい。へえ、中にギアが入ってるってそういうことなんですね。そうなんです。へえ。でさらにこれは、はい、あの先端引っ張ってみてください。先端を引っ張る。はい、そのままギュッと。おっと、取れましたよ。そうすると先端が外れますよね。外れました。で違う大きさ、はい、の先端のをつけてみます、はい、カチッと、はい、はまるので、うわ、いろんなサイズのネジを回せるようになるんですよ。なるほど、ちっちゃいサイズから大きいサイズまで、はい、そうです。この一つだけで持ち手の部分。そうです、そうです。すごい。いや、これはちょっとプロですね。ありがとうございます。すごいです、はい、ディッキーズさんなんですか。あ、これ、ちなみに。そうです、これはディッキーズさんですね。へー。あの我々がライセンスを受けて、あの作らせていただいてるものです。はい、ディッキーズさんからライセンスをいただいてます。うわー、かっこいい。ディッキーズさんからライセンスをいただいてるって、私も行ってみたいでございますけど、はいはい、これはちなみになんか生活では使える機会ってあるんですか、ね、はい、あります。あのこの特に先端の細いものとかっていうのが、はい、あのリモコンの電池を変えたりとかするときに結構小さいネジが多いんですよ、はい、そういうのを外すときに使えたりとか、あとは先週もありましたけど、その家具、うんうんうん、はい、を組み立てるときとか、はい、あのバラすときとかに使えますね、はいはい、なるほど、はい、だってお父さんとかも、はい、あの私一人暮らしするときに、はい、ベッドとかを解体するとか、はい、取り付けるときとかに、ね、もうあのドライバー悩みをしてたんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。全然これじゃハマんないよって言って、なんかもう力ずくでやり始めて、はい、あ、なるほど、もう手怪我とかしてたので、あ、大変。これをおすすめすればギア一つで ね、 そうですね、変わりますもんね、はい、非常に楽になります。お父さんに買わせよう、はい、
買わせるんですか。ぜひこちらちなみにホームページなどは、はい、あ、ございます、はい、こちらはファクトリーギアのホームページで買っていただけるようになってます、うんうん、はい、はい、ぜひそちらを見ていただいて、はい、来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。森ひなの飛び込もう工具沼のコーナーでした。沼る沼る。今日もね忙しい一日でしたけど、はい、沼から沼に飛び込んできましたか、うん、ちゃんと沼にちゃんと飛び込めましたよ。また飛び込めた。あ、ではまだね2回目だからね、うん、片足いやつま先ぐらいです。あ、まだ全然入ってない、はい、全然飛び込んでないじゃん。だってほら沼に飛び込んで、うん、どん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 深くなっていくほど、うん、ほらいいじゃないですか。やっぱり知っていく分には、ね、最初は浅いところから入っていって、うん、徐々にね、うん、そうですよ、徐々に徐々に、うん、はい、大事です。大事だね、うん、はい、そんなひなみちゃんからお知らせは、うん、まあ改めましてですけど、はい、いつも言ってますけど、うん、テレビ朝日系列で毎週日曜朝9時30分から放送中の機械戦隊ゼンカイジャーに私、うん、森ひなみが出演させていただいてますので、はい、そちらぜひフリントゴールド追加役ですね、はい、まあそうですね、最近は変身、私が変身して盛り上がったりとか、うんうん、いろいろと本当物語も終盤に差し掛かっているので、ね、うん、ちょっとここいらで一発何かあるかないかなんてね。それ楽しみだね、はい、なんかゼンカイジャーってすごい評判いいよね、うん、まあいわゆる何でもあり戦隊って言われてもいるんですけど、最近は結構真面目にな話もあるので、本当にこれこそ盛りだくさんなんですよ。記憶に新しいとですね、うん、バカンス会で夏休みの時があった時に、はい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 、あ、なんか浮き輪を輪投げでして戦ったんですよ、うん、敵と、うんうん、でその敵っていうか、まあ、ゼンカイジャーとこの海賊一家戦った時に、うん、ここで何か入れてほしいって言われて、うん、お前らに負けることはないだろうっていきなりラップを入れて、うん、なんかその笑ってくださったっていう。なるほど、はい、いいね、はい、ほっこりエピソードです。はい、はい、そんなスーパースターひなみちゃんのインスタグラムツイッターもぜひぜひフォローしてください。はい、ラジオ日本メカラジパーソナリティの佐川優斗、メカニック応援サポーターの森ひなみでした。また来週。この番組は車の整備修理の出張サービスセイビーがお送りしました。森ひな日記、11月2日火曜日、もう天気、気温はぬるいかな。そうですね、あの最近嬉しいことがありました。いつもあのゼンカイジャーで共演させていただいてるやっちゃん役の、まあもうほんと大スター榊原郁恵さんと、なんとやっとツーショット写真を撮ることに成功しました。本当に嬉しくて、で、あのですね、私結構お父さんがファンっていうのもありまして、お父さんに連絡したんです。そしたら電話でチュー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 って言われました。なんと愉快なお父さんなんでしょう。お父さん譲りなんですかね、私は。で、まあもうほら11月にも入ってるので、アイスクリーム、ユースクリームの季節は終わっちゃったわけでありますけど、楽しくね、ピース、ダブルピースした写真を眺めながら私は今語りました。ひひひ。11月2日火曜日の森ひな日記でした。夏のお嬢さん。